株式会社金霊は、京都府京都市伏見区南浜町に本社を置く、冷凍食品の製造、販売を行う企業である。大手日本酒、メーカー、月経館株式会社のグループ企業でもある。主に人気商品の鍋焼きうどんをはじめとする、コンビニエンスストア向け冷凍調理麺の製造、販売を手がけている。また、近年では、 プロ野球の東北楽天ゴールデンイーグルスや週刊誌サンデー毎日などとタイアップした企画商品も発売している。現在の金例は法人として三代目にあたる。本項目では前身である1974年から1991年3月までの近畿冷熱と1991年4月から1998年3月までの初代。 1998年4月から2014年3月までの2代目、及び2014年4月に分割新設された3代目について述べる。もともとは大阪ガス系列の近畿冷熱の下で運営され、海外から液体で輸入された天然ガスを気化する時に生じるマイナス162度の冷熱を有効活用する目的として、1975年に 冷凍食品の製造を開始する。1977年に兵庫県西宮志向支援に外食店第1号を出店したのに続き、1983年には東日本地区の販路確保のため東京事務所を開設した。1991年に近畿冷熱から分社独立し、1993年のカゴノヤ第1号。 宝塚展開店を皮切りに外食産業にも本格的に進出するようになった。一時はロイヤル株式会社との合弁会社、OG ロイヤル株式会社で関西地区のロイヤルホストを運営していたが2004年3月までに提携関係は解消された。2005年に大阪ガスの経営見直しに伴い、キャスキャピタルホールディングスワン株式会社の 公開買付による全株式の譲渡売却が成立。2012年4月にはオリックスが全株式を取得し、同社の子会社となった。2014年4月1日付で、食品事業会社と外食事業会社に分割し、新設する食品事業会社の全株式を月経間株式会社譲上と、並びに外食事業会社の社名を近から、 KR フードサービスへ変更した。うどんシリーズほかた数そば、ラーメンシリーズほかた数レンジアップ商品その他かこの商品自社ブランドはお水がいらないシリーズが中心となっている。ストレートだし、シリーズ専門店シリーズ料亭の匠シリーズナイキヤの中華シリーズその他2014年4月1日付で KR フードサービスとして分離。テレビラジオにおける CM は 近畿広域圏と関東広域圏の民放キー局で放送されている。なお、1980年代後期から1990年代前期までは、千葉テレビ放送で流れていたこともある。他、金霊、新社長に、和田広之氏、日本食料新聞、ABC 株式会社金霊大発揮決算、 広告、金霊、王子ロイヤル株を上とロイヤルが子会社化。日本食料新聞。AB、金霊、TOB 受け入れ。取締役会で決議。日本食料新聞。AB、金霊、オリックス参加へ。米田康造氏が社長就任。日本食料新聞。金霊の歩み。2012年6月29日閲覧。ABC、 近例月経間に、食品事業売却外食は、社名変更し存続。日本食料新聞。会社分割の実施及び、食品事業カンパニーの株主変更と、外食事業カンパニーの称号変更並びに原資に、関する、お知らせ、学生団体、関東地検連合が、3D エイス、オンライン寄せ、を開催。お地検の夏。 フェス2020へのサポートいたします。金二2021年8月11日閲覧。山本純子。金礼協力。関東お知連合主催。お知県グランプリ。オンライン開催優勝は宮講師さん。冷凍食品 FF プレス。2021年8月30日閲覧。金礼、お水がいらない。18年4から8月35%増と。 校長今週は、尾の道ラーメン発売。日本食品産業新聞社ニュースウェブ、https コロンスラッシュスラッシュ www.ssnp.co.jp スラッシュニューススラッシュフローズンスラッシュ2018スラッシュ09スラッシュ2018スラッシュ09201508八14ドット html8 と KR フードサービス東京本部を移転。 日本食料新聞、ありがとうございます。